はい、こんにちはです。さて今日もね、これだね、 APS カッププレザイマッチ200、これを打っていきたいと思います。実はね、さっきまでですね、ここにね、コンバットマガジンのね、サバゲ三等兵さんという方々がいらっしゃるんですけど、まあ来月、今月かも、今月発売の、企画でね、まあこのブルザイマッチ200をみんなで打とうというですね、やつがあったんですけど、そこでちょっと私も打ったんですけど、多分ね、今季最低点、やっぱ出しちゃいました。やっぱ人と並んで打つとね、緊張しますね。だからまあ、これもね、動画撮ってるのも私は緊張するんだけど、さらに来ちゃってね、まあでも楽しかったな。おっと、さあということで行ってみましょうか。いやー、しかしまあ点数はね、まあ雑誌というよりも多分あれだよね、まあリザルト発表になると思うんで、その時のお楽しみということでね。よし、じゃあ今日も気を取り直して行ってみましょうか。重厚カバーを外したけど、タイマーとか持ってっちゃったな。ちょっとタイマーを、これか。まあでも人と打つとね、結構面白いですよ、いろいろ。早く試合がね、復活するといいんですけどね。よし、じゃあ2分間で5発をね、4回やるんですね。じゃあ今日も行ってみましょう。これよかったらね、動画に合わせて皆さんね、一緒に打ってみましょうね。ということで、じゃあいきます。スタンバイ、レディー、ゴあ、5発目、出すと5点だな。ちょっと見てきますね。なんとか30秒前です。いやー、しかしさっきすごい雨でしたね。また天気暗くなってきたな。いよいよね、もう今週の日曜日ですが、でたまにね、これね、ちょっと今打ってる方いるとき雑音で申し訳ないですが、ぜひね、皆さんね、今回結構新しく買われた方も多いと思うんで、ご自宅でですね、このブルザイのターゲットをね、これを2分間で壊すと4回やって、点数書いて協会に送ると。で、よく聞くパターンでね、まあ、なんでしょう、まあ、点数私なんかまだ始めたばっかなんでっていうパターンですけど、ぜひね、あんまりそういうの関係なくね、恥ずかしいのかもしれないけど、逆に悪い点でも出しといた方が、これ多分ブルーサイマッチ200って定期的にやっていくと思うんで、まあ、次の目標になると思うんでね、ぜひね皆さんね、もうほんの変な話も0点でもいいんで、送っていただけたらなと思うんです ね。0点だったらね、今度5点取れば、そっか、0点だと倍数にならないとね、いやー点が倍になったよとか言ったら面白いと思うんでね、そういうのもぜひですね、なんかそこにやっていただけたらなと思うんですね。じゃあ行きましょう。第2ターゲット、スタンバイ、レディー、ゴー。別にね、初めて出た時の点数より逆に悪くなったらなったでね、今回ダメだったなと、まあでも次回頑張ろうとかね、そういう励みになるとね楽しいと思うんで、
い、とりあえず10発終わりましたよ。で終わったら必ずセーフティーが入って15カバーですね。で15カバーはずあの下に、まあ、コンプレストするときも必ず10はターゲット方向、15はねターゲット方向に向けておいてください。よっと、さて、切ってるね、今日は。まあ、5点がないだけまだ良かったけど、あんまり良くないですね。こんな感じでした。時間ですよ。はい、8 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 8
1、2、3、4、5、もう一個どれだこれ、銅弾があるのか、どれだろう、一発撃ってないとかないよね。まあ、ちなみにですけど、まあ、ちょっとこれっぽいんですが、あの本当に例えばね、あの、まあ、例えばまあこう、まあこんぐらい、あの10発撃ったんだけど、もうあとは9個しかないと。で本ちゃんのターゲットですと、あの反動で赤く光るんですよね、センサーがついて。それでもう撃った数はカウントされるんで、本当にあの当たってんだけど9個しかね、この弾の跡がないって時は一番いい点数がプラスされるんですね。ですのでこの 10X、 これは2つになるんですよ。そんなこともルールであるんでね。ただこれっぽいな、強いて言うとここだな、8がもう1個だ、1、2、3、4、5、6、7、84点。ちょっとまだ先ほどの悪い時の影響が残ってるな、これイメージが。さあ続いてちょっと一旦止めますね。はい、では続いて第3ターゲットいきましょう。はい、ではブルズアイマッチ200第3ターゲットですね。今日は16日目でしたっけ。じゃあ毎日打てるかな。じゃあいきましょう、スタンバイレディーゴー。終わりました。このまま今日は見ないでいっちゃうかな。あとね、トリガーに指をかけるときっていうのはできたらですね、ちょっと上げますけど、まあ、ターゲットにサイトがかかったあたりからねかけてもらいたいんですよね。あの本当これトリガーに指、少なくとも下の段階でかけておくことはあんまり良くないと思うんでね、ブルーザイでもね。プレートはね、プレートなんかは指かけちゃいけないんで、上げた時にかけるってことになってるんですけど、ブルーズアイも当然ね、ちゃんとターゲットを狙ったあたりからね、指持ってきてくださいね。
本当にね、試合になるとね、結構ね、出ちゃう場合あるんですよね。で、試合筋っていうのが働くらしくて、普段より思ったより、ね、力が入っちゃってるもんね。よいしょ。ですので、そこら辺も気をつけてくださいね。では、最終、第4ターゲットいきましょうか。はい、では行きます。スタンバイ。レディー、ゴー。第3ターゲットは、感触は悪くなかったんだけど、どう当たってるか分かんないな。効果ありは水を打ったかな。ああ避けちった。終わりました。いやー見たくない。最後にはすごくない。これもどうか。あ、入ってる。待ってましょうか。もうすぐ終わるから。時間ですよ。はい、こんな感じでした。多分これ9発目の、これ違うのかな。まあ90はあんま良くなかったんですよね。点数は93だな、これ。5、8、10、X、10、3、4、5、6、7、8、9。もう一個どれだ、これか。93の123。はい、ということで第3第4 93でしたね。そうすると合計点数が93、7、177だ。7の 5x。ということで、こんな感じでした。はい、まあ、パッとしないやつですが、まあ、それでもね、こんな感じかな。まあ、ということで、ブルザイマッチでやるね、今日は水曜日、あと木、金、土、日と、あと4回私これ多分動画で打つと思うんですけどね。先ほども言ったように、ぜひですね、本当初めて買った方もね、どんどん参加してくださいね。まあ100点いかなくてもね、50点ぐらいでもいいんで、本当もうとにかく参加していただけたらなと思うんですね。そんなとこですか。ということで、本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。一緒に練習付き合ってくださった方ね、どうもお疲れ様でした。また明日もやりましょう。では失礼します。さよなら。